こんにちは、速稼塾の久保です。今日は住宅ローンをちょっとね、例にお話ししようかと思うんですけど、頑張ってますね。よし。はい。住宅ローンって通常30年とか35年で組むじゃないですか。これはね、どういうことかっていうと、30年間35年間自分の収入が変わらないから支払いもこのペースでいきますっていう計画なんですよね。ということで、もう可能性の放棄だと言ってもいいと思うんですよ。で、私は39歳になるまで家を買うことは一切考えてませんでした。賃貸派でしたね。で、選択肢が賃貸しかなかったんですよね。でも40歳になってネットビジネス始めて、家をもし買うことがあるんだったら、これは一括だなと思ったんですよ。一括だと次の月から支払いないじゃないですか。っていうのが、自分の所得がね、変動することを私前提で生きてるわけなんですよ。で、お金がある時にボーンと払って、それからですね、お金がない時のためにもうランニングコストを削っておくっていう、そういうふうなね、見通しを立ててるんですよね。で、瞬間的に何千万とか稼ぐことはできます。できました。だからおかげで家は一発で買いましたけども、でもやっぱりね、これを35年ローンっていうふうにしちゃうとまあ基本的に収入が変わらないことを覚悟してるっていうふうになっちゃうのかなと思うんですよ。いや、でもね、良くて安定収入ですよ。悪ければ収入がどっかでなくなる、健康状態壊したりとか、自分の勤めてる会社がなくなったり、国が滅んだりとかね、で、自分の生命がなくなったりとかしてしまえば、もっとね、悲惨なことになっちゃいますしね。だから保険かけるわけでしょ。で、20、30にやられてるわけですよ。住宅ローンを組んで保険をかけて、もう結局ね、失うこと前提なんですよね。もちろん永遠に自分のものにすることはできませんけども、欲しい時に手に入れて、いらなくなったら手放すことができる、この身軽さをね、私は持っていたいなと思うわけですよ。例えば外国に住むにしたって、自分の家がね、不動産が売れなければ非常に苦しいわけですよね。お、これね、どうですか、ちっちゃい子、大和くん。今日はカエルの柄の上下でございます、ね、似てないですねなんかね、とても可愛らしいですね。はい、じゃあ今日はそんなところですね。住宅ローンね、ローンの期間は1年ですね。まあ譲って1年、1年ローンだったら住宅でも組んでいいんじゃないかなと思います。そんな30年もローンしないといけないものっていうのは、やっぱ買っちゃダメだと思いますね。だって100年ローンのものって買います？300年ローンのものって買います？買わないでしょ。なんで30年、自分の寿命が尽きるまでだったらいいのかなと。いやー、これはちょっとね、人それぞれの考え方ですけども、私はね、長期ローンは受け入れられないですね。組んで1年ですね。いってらっしゃい。